皆さんこんにちは、スマシ TV です。9人組アイドルグループスノーマンの公式サイトが18日更新され、この日夜に予定されていた1配信リリースを記念して、開催を予定していたイベントリスニングパーティーを中止することを発表しました。1などが収録された第4弾アルバムレイズをめぐっては、16日に公開されたティザームービーに不適切な映像があったとし、17日に同ムービーの公開を停止していましたが、 X 上では制作スタッフに悪意があったのではという疑念が広がっています。そしてそんなスノーマンが生み出すある効果が話題となっているそうです。今回はこちらについてまとめました。9人組アイドルグループスノーマンの公式サイトが18日更新され、この日夜に予定されていた1配信リリースを記念して、開催を予定していたイベントリスニングパーティーを中止することを発表しました。参加メンバーはラウールさん、向井康二さん、佐久間大介さんの3人だけの予定でした。同サイトではスノーマン1配信リリース記念リスニングパーティーですが中止とさせていただきます。直前のご連絡となり誠に申し訳ございません。開催を楽しみにしていた皆様には心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。メントレコーディングと謝罪。1などが収録された第4弾アルバムレイズをめぐっては、16日に公開されたティザームービーに不適切な映像があったとし、公式 X で昨日16日に公開いたしました。ソングスオンレイズティーザーに関しまして、不適切な映像がございましたため映像を取り下げさせていただきました。申し訳ございません。後日改めましてご案内させていただきますと謝罪した上で、17日に同ムービーの公開を停止していました。問題視されているのはプロモーション映像内で流れた刀という楽曲の映像、岡村康次と刻まれた刀が映ったところでした。刀は血しぶきが飛んでいるかのように赤く染まっていました。岡村康次は大正昭和期の陸軍人で、中国侵略を指揮していた司令官の一人とされており、そうした歴史的背景から中国を中心に怒りの声や批判が上がっているのです。刀という曲名から類推すると、日本刀など日本の古くからのものをイメージした力強さをコンセプトにしているのでしょう。ただ日本刀なら他にもいくらでもあるでしょうし、なぜあえて岡村康次と彫られた刀を選び、しかもその文字をよく見えるように写したのか、制作の意図が分かりかねますし、わざと入れたのだとすればあまりにも迂闊すぎます。歴史的背景から波紋を呼ぶことは制作前から想定できたはずでしょう。そして X 上では制作スタッフに悪意があったのではという疑念が広がっています。刀の剣、なんでそんなチョイスしたんや、作った人がスノーマンに悪意あるんか、刀出すなら国宝にしなさい、三日月宗近とか岡本康次なんて刻印普通せんやろ、悪意あるとしか思えんのやけど、スノーマンの人気をそぎたい人間が制作者の中にいない、刀用意した人ちゃんと調べたがよくない、スノーマンを陥れようとしている人が身内にいるんじゃないかと思わざるを得ない、スタッフの特定と身辺調査してくれ、普通の刀でいいところをわざわざ岡村康次の名前を入れてるの、マジでなんで、スタッフわざと、こんなの無地でいいものを変に文字入りのにして悪い意味で話題になってバカみたい、スタッフにアンチがいるんじゃない。レコード会社は当社における公開前の確認が不十分であったため、不快な思いをされた方及び映像を楽しみにされている皆様に深くお詫び申し上げますと日本語と中国語で謝罪していますが、これにネット上では岡村康次15年軍刀は北京軍事博物館をはじめ中国各地の博物館に展示されており、さらに中国では模造品が大量に製造され中国のお土産物屋さんで売られているほか、模造品を家宝として大切に保管している中国人の方も少なくないとのこと。中国で製造された刀であるのは間違いないでしょう。推測ですが、
制作側でもチェックはしたけれど、まさかここにケチをつけられるとは思っていなかったのではないでしょうか。中国からのクレームと無視すればよいのに、謝罪するから相手はどんどんつけ上がる。中国政府が自動殺傷事件を謝罪してないのに、なぜそれよりもはるかに問題ないことで謝罪するのか。軟弱な政府とは違う対応をしてほしい。この刀にあるなについての話を他のニュースの解説で見たけど、この人は中国に刀を渡したことで中国では日本人を降参させた象徴だという。だから模造品をたくさん作り、いろんな場所で飾られてたものらしいが、それがなぜ中国をバカにしたという批判になるのかわからない。刀の話が本当ならば、日本側が歴史的背景を知らないのかっていう側じゃないのか。訂正するだけで謝罪の必要はない。ファンに向けてイベント配信できなくてごめんねという謝罪はわかるけど、公式サイトで中国に向けてわざわざ中国語で謝罪しないでよろしい。大昔よりも現代の今起きてることの方が大事だろうが、それを向こうは完全無視してるんだから、こっちだって無視していい、といったコメントが寄せられています。そんな中、スノーマンが生み出すある効果が話題となっているそうです。11月9日にバックナンバー、11月9日、10日にはスノーマンのライブが行われる。札幌のホテルの値段が高騰し、物議を醸しています。前週と比べて10万円ほど値段が上がっているホテルがあり、さらに一軒家の民泊では2泊で70万円を超えるものまで出てきているそうです。この事態に対してネット上では、度が過ぎるよこれは、いくらなんでも高すぎやしませんか、完全に足元を見られてる、など悲鳴が上がっています。人気者のイベントに合わせて周辺ホテルが大幅な値上げをする、いわゆる便乗値上げは、2022年の羽生結弦さんのアイスショーでも物議を醸しました。ショーの会場となった八戸のとあるホテルが、1泊5000円ほどの部屋を10万円ほどにまで値上げしたのでした。しかも予約後にホテル側からのキャンセルの後、部屋の値段が上がったそうです。今回の札幌の件では、アーティストの熱心なファンたちからは、羽生結弦の時みたいに安く取ったのにキャンセルされるみたいなことがなければ許容範囲、ホテルが高かろうがライブやるならオタクは行くしかないから、という声も上がっています。一方、ライブと無関係の人からは、出張が決まってホテル調べたら高すぎてバグかと思った、仕事で行くだけなのになぜ、もう朝まで飲むしかないのか、という声も。需要があるから値上がるのでしょうが、たまたまその日に滞在がかぶった人はたまったものじゃないでしょう。今回新アルバムのプロモーション映像が物議を醸し、公開が停止される事態となったスノーマン。ただメンバーに非は全くなく、歴史絡みは危険ですので、メンバーの安全をまず第一にしていただきたいです。そして制作サイドには、そこに至った詳細な経緯を説明していただきたいです。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。